立光伝上門は、北海道三笠市出身の元大相撲力士。本名は、八田正治。1897年3月29日に、北海道空地群で甲府の次男として生まれる。1912年の夏に、立山峰上門一行が札幌へ巡業に来た際に、兄に付き添われて、直接弟子入り療志願したが、故兵だったことで、見込みがないと判断され、 悟された上に断られた。それでも、マサジ少年は、熱心に入門を志願したため、立山自ら、厳しい修行に耐えられるかと問い、その様子をそばで見ていた、第二子も口添えしてくれたため、友綱部屋への入門を許可された。四行名は、鋭い眼光をしていたことから、立高伝上門と命名された。1913年1月場所で、初土俵を踏み、 タンク肥満ながら非常に柔軟で、相手と離れて組んでも左右どちらかでも投げを繰り出し、足癖も上手かった。稽古熱心であり、気合十分で、鋭い立ち合いを武器に順調に番付けを上げ、1921年1月場所新入幕。1922年5月場所の先週楽では、立山の最後の取り組みで黒星をつけた大西木ういちに勝利し、 立山と涙を流し合って喜んだ。なお、この場所後に、三河島事件が勃発したことで大西家は、この一番が最後の土俵になり、立山の最後の対戦相手となった大西家は、立山の弟子である立光との対戦が最後となる、という因縁めいた対決となった。当初は、倉が、学立の上門、立の海老、上門の方が出世すると思われていたが、その逆境を、 無類の稽古熱心で、補い、二人が、平幕で終わったのに対し、1923年、1月場所では7勝1敗1分19の、好成績を残して、同年、5月場所で大関に昇進した。これによって大相撲史上初となる、土産高大関となった。大関昇進後は優勝こそないものの、出場した場所では全て勝ち越すなど安定した成績が、続いていたが、 1924年1月場所は、東京相撲が東京を離れて、名古屋の仮設国技館で工業が行われたが、立ち光は休場。さらに1926年5月場所のではが、学文治郎戦でサバ織りを受けて、右足を負傷。その怪我が原因で満足いく結果が残せず、負傷後の4場所はわずか3日間しか出場できず、1927年10月場所の、 西関分けを最後に現役を引退した。現役時代は、柔らかな体からの投げや足技に加え、左を付けから、名人ゲートまで表された。引退後は、年寄り、ナルトを襲名し、新聞で、相撲表を書いたほか、大正時代の大相撲を表した。1937年には師匠である、立山峰上門の歓暦を記念し、上野西洋圏で史上初となる。 官暦土俵入りの立ち持ちを務めた。途中、前田山が高砂を継承したことに反発し、立浪部屋に移籍し、立浪部屋付きの親方となったしかし、相撲協会での礼遇が続いたことで憤慨して1951年に廃業して郷土に戻り、小樽で在職中に始めていた飲食店を本格経営した。翌1五十二年五月十五日に死去、十五歳をつ。 立ち光の仕込めは、その後立ち、三つ秋を大東光殿右衛門へ受け継がれた。ありがとうございます。